皆さん、こんにちは。インスパイのこたです。今日もユースリームを使いまして、ネットビネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、2021年7月3日ということで、 月初,めのですね、初めての土曜日ということになるんですけど、週末はです、ね、恒例のです、ね、まとめ記事ということで、2021年7月から変わることということで、いつもお届けしているんですが、きですは、ね、結構重要なニュースが入ってきましたので、先に、ね、こちらを紹介したいと思うんですけど、こちらからご覧ください。はいえーっとですね、ここにありますようにです、ねえー、ゲッターというです、ね、サービスが 7月1日から始まりましたということで、とりあえずですね、僕も始めてみたわけなんですけど、じゃあこのゲッターってのは何かというとですね、こんなニュース記事が出ているんですけど、まあ、新たな SNS、ゲッターが登場、トランプ氏の元広報担当が統括かというふうに書かれてるんですけど、まあ、今年のですね、1月にありました大統領選。 でですね、ま、いろいろありましたね。で、それで、その、まあ、言論統制じゃないんですけど、その、ツイッターやフェイスブックのアカウントが、まあ、あの、凍結されたりとかっていうことがあって、 であのトランプさんは、ですね一回そこから退、まあ、いたわけなんだけど、いつかですね、まあ、表に戻ってくると言って、ですね、まあ、自分たちの SNS も作るんだみたいなことも、ちょっとですね言っていた矢先にこのニュースがあったので、もしかしたらこれはトランプさんの SNS になるんじゃないかと噂されてるんですけど、ただ、えー、今、トランプ自身はこのことに関して参加するつもりはないみたいなことも言ってるそうなので、まだあの本当のことはわからないんですけど、まあ、いずれにせよですね、その そういうこともあってですね、今話題になっているということで、7月1日から始まりましたということなんですね。でこのサービス、早速なんですけど、僕も登録してみたんですけど、まあ、ほとんどね、ツイッターと同じような感じのサービスになっていて、まあ、いわゆるツイートすることで、ただツイートの字数がですね、777文字というですね、えー、結構長い文章ができますね。140ので考えれば5倍ですからね、5ツイートブラン 5ツイート分ぐらいがつぶやけるわけなので、結構な数がですね、特に日本語だったらつぶやけるんじゃないかなというに思うんですね。で、あとはリツイート機能だったりとか、あとですね、えー、動画投稿なんかの機能なんかもあったりですね、ライブ配信とかできたりっていうのもあるそうなんで、ま,あ、またよかったら皆さんもですね、始めてみていいかなと思います。で、えー、一応ですね、あのー、まあ、僕おすすめなのは、ツイッターと同じ ID にしておくっていうのをおすすめかなと思ってますね。まあ、ツイッターから流れてくる ってことを考えると。 同じだよって言っといた方がいいかなと思うんですね。で、実はツイッターアカウントと同じ ID ですね。あの、見に行くとですね。えー、存在しませんって言うんだけど、一応なんかね、なんかそれがあるっぽい感じになってるんですね。なんかページがちゃんと出てきたりするんですよね。なので、あの、一応あのツイッターユーザーをですね、なんか待ち構えてるみたいな感じの作りになっているので、えー、よかったらですね、皆さんも登録してみるといいかなっていうふうに思うんですけど、でちょっとだけお見せしますとですね、こんな感じになっているんですが、 はい、これツイッターあじゃなくてゲッターの方なんですけど、ここにですね、えー、例えば、えー、僕のツイートがこう出てますけど、ここにですね、えー、リプライですね、えー、があったり、えー、いいねがあったり、えー、そしてここにリツイートですね、あったりします。ここにですね、他のところへの共有ということで、まあ、ツイッターとフェイスブックと、あとリンクをコピーしてメールとかですね、えー、送れるようになっているわけです。 これアドレスというか自分のですね、ページがまあ存在するわけなんですけど、ここのですね、例えば URL のところを自分の ID をですね、僕の持っている別の Twitter アカウントにちょっと変えてみるとですね、こんな感じですね。 This account doesn't exist、えー、ということで、まだこのアカウントはここには、ね、存在していませんって出るんだけど、えー、try searching for another って出てます。一応なんかでもこんな感じで、ね、<laughs> 出てくるようになってるんですよね。だからこれ面白いなと思いますね。普通はあの出てこないんですけどね。一応こう、こんな感じになっています。まあ、ただね、URL 見たら、その、えー、その、ないよっていうページになってるので、一応この 自動生成してるんかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、じゃあこんな感じになっていますね。 ということで、またね、あの、追って、あの、機能の説明とかですね、っていうのは、えー、動画の方でやっていきたいと思ってますけど、今日は一応速報ということですね、えー、お届けいたしました。はい、今日はですね、今月から変わることということで、まあ、今月から変わることの中で一番大ニュースかな、ということで、冒頭に紹介したんですが、それ以外にもたくさんいろんなニュースが入ってるんですけど、えー、いつものように YouTube のメンバーシップの方に、この先動画を公開していきたいと思ってますので、えー、興味ある方はですね、えー、この動画の下の方のリンクの方から YouTube メンバーシップの方に入っていただくと、 月額190円から学べます、デイリー会員というもので見ることができます、えー。今日の動画はもちろんなんですけど、毎日の動画もですね、全部今、えー、このデイリー会員の方で公開してますので、よかったらこの機会にね、えー、参加していただければ嬉しいなと思います。では早速なんですけど、今月から変わることということで、えー、その前に6月末で終わってしまったことも今月から変わることに入ると思うんですが、その辺からですね、振り返っていきたいと思います。えー、ではこちらから見ていきましょう。